皆さんこんばんは、かなぎまろです。はい、今日はですね、まあ、お腹が空いたし、今日はなんか久しぶりにパーッとお酒をめちゃめちゃ飲みたい気分だったので飲んじゃおうという企画でございます。イエーイ。で、今ね、夜ご飯を作りました。じゃじゃーん、サムギョプサルプレートを自分で作りました。サムギョプサルとえのきとキムチを置いただけなんだけど、なんでかっていうと、サムギョプサルがどうしても食べたくてウーバーで調べたのね。したら1人前が2500円とかして、めっちゃ高くないと思って作っちゃおうと思ったので、まあ、スーパー行って豚バラブロック買ってきて焼いただけなんですけれども、食べていきたいと思います。ね、でもお酒飲みたくてたまらなかったから飲ませていただきます。本日は鬼レモン 9% の方をまず入れますね。毎度のことならばながら ASMR こんぐらい入れたら、午後の紅茶のストレートティーを混ぜていきます。で、マドラーがないので勢いよく上から注ぎます。こんな感じ。この混ぜ混ぜするとね、最強にお酒が飲めない人でも飲みやすくなりますので、ちょっとサムネ取っとこう。まずなんか漏れない、どうしたらいいんだろう。オッケー。では皆さん、一日お疲れ様でした。乾杯。あー、うめえ。今日はヨーヨーガンガン回したいのでブリッジしたいと思います。うん、血を昇らせたいみたいな。ブリッジしたら多分血昇る。せーの。あ、やばい。あー、よいしょ。あ、いい感じに回ってきた気がするな。じゃ早速、まずはサムギョプサル食べていこうかな思います。いただきます。急遽思い立ったしね、動画撮る気なかったからさ、めっちゃすっぴんなんですけど、キムチと一緒にいただきます。うん、これやばいわ。えのき人間の味するわ。うん、今日のお題はもともと昨日インスタの方で募集していた YouTube で話してほしい話題みたいなとこから話そうと思ったんですけど、思ったよりもみんなが送ってくれたものがその話題1個で動画にできそうだなっていう話題が多かったので、今日は急遽ネットで自分で調べた究極の2択に答えていきたいと思います。じゃあ早速ね、究極の2択答えていきたいと思います。ドゥドゥン。これから毎日一人で過ごさなければいけないか、毎日友達と遊ばなければいけないか、どちらの過ごし方がいい？これさ、究極なのかなって私は思うんですけど、みんなはどうですか？私はね、断然毎日友達と遊ばなきゃいけないです。だって友達と遊んでもお家では一人なわけじゃん、自分家に帰れるわけじゃん。っていう意味で一人の時間も確保されてるし、一生友達と遊べないってきつくない？だって私一人の時間ね、今の私は一人の時間大好きなの。全然友達と遊ばなくてもいいの、たまに遊ぶぐらいでいいんですけど、それってさ、ちゃんと遊ぶ友達がいる、遊べる日がある、会ってくれる友達がいるっていうのがベースにあるからこそ一人の時間が楽しいのであって、やっぱ一人の時間が楽しめるのって一人じゃない時間の確約がある人な気がするんだよね。全然違う人もいると思うけど、っていう意味で私はずっと誰とも会わないは結構寂しがり屋だしきついから、もう断然毎日友達と遊ぶ方を選びます。疲れるじゃんって思うかもしれないけど、友達との遊び方も工夫する。水曜日は結構スパ系で遊ぶようにするとかさ、月曜日とかははっちゃけるけど、水曜の遊び方は結構落ち着き目とか、そういう感じで調整していったら毎日友達と遊ぶがいいかなって思った。どっち派が多いんだろうね。みんなもコメント欄に書いてみてください。これはとってもプレミア公開に向いてそうな内容だよね。次、どちらかに入らなければいけないなら、汚いトイレと汚いお風呂どっちに入る？食事中に話す内容じゃないけど、私食事中に汚い話しても全然大丈夫な人なの、実は。で、これに関しては私はお湯に浸かるってこと考えたらお風呂は嫌だよね。なんか聞いたんだけど、お風呂の中で誰かがおならしたとしたら
温泉とかでも。そのお湯に浸かってるのってお風呂に3日ぐらい入らないより汚くなるんだって。ってことで汚いお湯に浸かるっていうのは入らないよりも汚くなる行為っていうことだし、汚いお風呂に出会ったことは今まであんまないけど、汚いトイレとかはまあ最悪我慢して入ってきたなって思うので、汚いトイレ、まあ汚いのレベルにもよるんですけどね。これもシンプルにどっち派が多いかめっちゃ気になる。次、捨てなければならないなら大切な思い出の品か入手困難なレアアイテム、どちらを選ぶ？え？これ即答全然迷わん。なんか私さっきからさ悩んでなくてつまんない動画になってないかな。私は捨てるのは入手困難なレアアイテムを捨てます。なんか思い出はいくらお金を払っても戻ってこないけど、入手困難な負荷じゃないじゃん、入手困難なレアアイテムだったらもしかしたらお金持ちになった時にめちゃめちゃ大金を積めばもう一度帰ってくるかもしれないなって思うから、そっちかな。やっぱ思い出って今はもう戻ってこないじゃん、同じ思い出は戻せないじゃん、同じ友達と同じとこに行くことはできても。戻らないものって寂しいよね。まあ、でもさ、レアアイテムも惜しいっちゃ惜しいよね。そのレアアイテムも誰かにもらったものだったらめちゃめちゃ悩むけど、でもやっぱ思い出の品忘れたくないですね。結構私物はガンガン捨てれるタイプなんだけど、思い出がちゃんとついてるものとかはやっぱなかなか捨てられないから、レアアイテムの方を捨てるかなと思います。でも唇めっちゃ剥いちゃったからさ、キムチがしみるしみる。はい、誰にでも優しい異性か自分だけに優しい異性、付き合うならどっち？え、もうこんな即答だよね。即答じゃないのかな、私だけかな。自分にだけ優しい人がいいかなって思う。私は前から言ってるけど、自分が好きな人の条件に自分を特別扱いしてくれる人っていうのがあるから、もう周りにめっちゃ怖くていい、自分だけに優しければいい。だってみんなに優しかったらみんなが好きになっちゃうかもしれないじゃん。優しさって罪。私みんなに優しい人本当に好きじゃないかも。友達だったら最高なんだけど。なんか自分に優しくしてくれても、あ、これみんなにやってるんだなと思ってありがたみが薄れてくるし、え、もうなんか他の人に超意地悪ぐらいでもいい。皆さんはどうなのでしょうかね。ここは意外とでもみんなにさ優しくできないような人は嫌だみたいな意見もありそうな気がする。どうだろう。キムチマジで美味しい。愛の不時着でさキムチ作ってるシーンがあってめっちゃ食べたかった。だってさ、リーさんもさスリにだけ優しくない？男の仲間には優しいんだけど、自分の部下たちに優しいけど、リーさんは基本女の子だったらセリにしか優しくしてないっていうか、うん、気を持たせるような発言はセリにしかしてないから、リーさんのような人がいいなって思う。マジで私見るのがめっちゃ遅かったの。愛の不時着もうさ何年、2年3年前ぐらいに流行ったやつじゃん。その全盛期の時に全然見てなくて、もう今更になって最近見たんだけど、マジでマジでかっこいいし泣いたし、もう最後吐きそうなぐらい泣いてたもん私。ああ、もう一回見よっかな。幽霊と人の寿命どちらかが見えるようになるならどっちを選ぶ？私はね、幽霊だね。人の寿命は知りたくないかな。だってさ、すっごい仲いい友達の寿命が明日とかだったらさ、友達は気づいてないのに自分だけボロボロ泣きながら遊ぶことになるかもしれないし、なんか一人一人の全然関わりがないおじいさんとかおばあさん、道に歩いてる人とかにもすごい感情移入しちゃうの。さっきも道歩いてたら転んじゃったおじいさんがいたんだけど、なんかもう泣きそうになっちゃって走って駆け寄って大丈夫ですかって言って、なんか落としちゃった荷物拾って立ち上がらせてあげたんだけど、あ、本当に倒れちゃったとかじゃなくて転倒しちゃった感じだったから、本当におじいちゃんもすごいごめんねごめんねって言って元気になったからよかったんだけど、そういうなんか一人一人全員の寿命を知ってしまったらなんかもう普通には生きていけない気がして苦しいから、幽霊見える方がまだいいかなって思う。見たくないけどね、どっちも知りたくないけど、どちらかといえば幽霊。やばい顔真っ白、ちょっと LINE 返してた。
次、未来が見える能力と人の心が分かる能力、どちらか一つ選べるならどちらが欲しいですか？やばい、なんかめっちゃさ見て、ブルベからイエベみたいな。何ベなんだろうな私。イエベっぽいけどなんか違う説出てきてる最近。複雑ベ説が出てきてる。いやこれはどっちだろう。でも人の心は分かりたいよ。分かりたいけど、分かっちゃったら辛いこともあるじゃん、きっと。分からないからこそできてる思いやりもあると思うの。本当は気にしてないけど、相手は。あれ気にしてるかなと思って、いつもより優しくできるとかもある気がするから、今のなんか差し合うぐらいの世の中の方が逆に思いやりあるのかなって思うし、なんかさ、自分がなんか言った発言ですぐにさ、傷ついてるのとか見えちゃったらさ、パニックになりそう。すぐ謝れるからいいっちゃいいけど、悩み事がめっちゃ増えそう。だから未来が見てみたいな、どちらかといえば。未来もさ、日々変わってってると思うから、そんなめちゃめちゃ見たいわけじゃないけど、どちらかといえば未来が見てみたい。次ね、嫌いな人が住んでる家か、臭いおじさんが住んでる家、1ヶ月一緒に生活しなければいけないならどっちの家に住む？でもなんか臭いおじさんってどういう臭いかにもよるけど、めっちゃ気が合うおじさんだったら臭いとか気にならなくなりそう。てか鼻が慣れてきそう、バカになって。嫌いな人と1ヶ月生活するっていうのは結構厳しいじゃん。でもこれと引き合いに出るってことは、嫌いじゃないけど臭いおじさんってことでしょ。嫌いじゃないなら、臭いって思うのを超越できるぐらいいい性格とか気が合う性格なことを期待して臭いおじさんと住む。まあ、臭いって結構めっちゃきついよね。私も鼻がすっごい敏感なので臭いのに結構耐えられないんだけど、まあ気にならなくなるかな。まあでも嫌いな人と1ヶ月過ごすっていくらいい匂いでも無理だよ。だから臭い人で、なんか直してあげたい。直せる範囲だったら協力する。お洗濯めっちゃするとか、ファブリーズ振りまくとか。次ね、確実に100万円もらえるか、2分の1の確率で10億円もらえるならあなたはどっちにする？むずくないこれ。めっちゃてかめっちゃブサイクなんですけど、恥ずかしい恥ずかしいから、伊達メガネ、レンズがめっちゃ黄色いなこれ逆にブサイクまでありますなこれ。でも確実に100万円か、2分の1の確率で10億円か。10億円、なんか2分の1の確率だったらこっちがこっちは10億円なわけでしょ。100万円もらったところで人生が急に変わるってことはないけど、10億円もらったら人生変わるじゃん多分。だからそっちを試してみたい、そっちにかけてみたい。そしたらだから本当に10億円の方を選んだら0円しか1円ももらえない可能性もあるけど、そしたらそれはそれで諦める。でも10億円がここまで近くに一度は自分に近づいたんだなっていう気持ちで、改めてじゃあ10億円稼げるように頑張ろうっていうモチベの方に持って行きたいですね。いや10億円欲しいな。透明人間になれる能力と時間を停止できる能力、どちらの能力が開花するならどっちがいい？なんか私さっきから本当に悩んでなくて本当に申し訳ないんですけど、これ絶対さ、考え方とか価値観が違う友達とやった方が楽しかったよね。今度誰かともやってみます。で、戻ると、私は透明人間になりたい。時間はなんかどちらかというと早く時間過ぎてくれればいいのにっていつも思ってるから、なんか日々時間が有り余ってる。なんか時間経つの遅っていつも思うぐらい結構暇なので、時間は良くて透明人間になりたい。これには深い理由があるんだよ意外とね。深くはないけど適当じゃないの。何かっていうと、危ない。何かっていうとね、私って、まあ、こう見えてシャイなわけめっちゃ嘘っぽいけど結構恥ずかしがり屋なのね。だから好きな芸能人とかアーティストの方とか会ってみたいっていうよりは見てみたいっていう感覚なの。これぐらいの距離で見てみたいけど自分の存在は知らせずに見てみたいのね。恥ずかしいじゃん喋ったりするの。なんかどうやって思われてるかなとか考えちゃう。キモいとか思われてないかなとかさ考えちゃうじゃん。だから自分が透明になれたら会いに行くのにって思う人っていっぱいいるので、なんか透明人間だったらそういう好きな芸能人の人とかに会いに行ってみたいなって思う。なんか近くで会ってみたいけど会うの意外と緊張しちゃうタイプで、昔とか結構、いやでも若い頃はいけた。
高校生ぐらいの時はそれこそ好きな芸能人の人とかに超話しかけられたし、話しかけられたって私がめっちゃ話しかけられたわけじゃない、話しかけることができたし、なんか恥じらいなかったし、お仕事とかで一緒になったらめっちゃ好きですとか言えたんだけど、今無理だね。今もう自分の姿をなるべく知らさずして見てみたいなっていうのはありますが、やっぱね、恥ずかしいのが自分の存在を見られるのが恥ずかしいって気持ちがでっかいから、透明人間になれたらもっとできることあるんだけどなって思うので、透明人間になることを選びます。だって時間停止したらさ、時間が解決してくれることってこの世にめちゃめちゃあるから、それの回復が遅れると思うのちょっと嫌だよね。次ね、好きな有名人とひと夏の恋をするか、運命の相手と出会う夏、どちらの過ごし方がいいですか。こんなん決まってんじゃん。運命の相手と出会う夏だよ。お別れって世の中で恋人じゃなくても、もう誰かが亡くなってしまうとかでも、誰かが自分と同じ職場を辞めてしまうとかでも、私一番お別れってものが結構人生の中で苦手かもしれない。ひと夏の恋で盛り上がってもひと夏でお別れしなきゃいけないんでしょ。辛すぎる。だったら最初から好きにならない方がマシって思うから、どんなに好きな芸能人でもうそう簡単には会えない人物でも、いやもうその遠慮します。出会いたくない。だから運命の人に出会う夏を希望します。ご飯を食べ終わって一旦だるくならないうちに洗い物しておりました。じゃあ続きを読みます。もし生まれ変わるなら、世界で一番頭いい人になるか、世界で一番ルックスがいい人になるか、どちらを選ぶ。私はもうこれは絶対ルックス、絶対ルックス。そのルックスっていうのは世間的に見て可愛いかどうかってよりは、自分がなりたいっていう顔って誰でも多分あるじゃん。その顔になりたいなーって思いますね。なんだろう、なんかその自分のなりてみたい、なってみたい顔になれるんだったら、その顔になって生まれ変わりたい。でも人生は結構自分のままがいいけど、その顔じゃなかったら出会う人もやってることも違うのかなって思うから、結局今のままでいいって今のままでいい気もするけど、まあまあ一番頭がいい人になる必要はあんまりないかな。なんかあんまり知りすぎたくないことも分かりきりたくないこともあるから、これぐらいの頭でいいかなって。あんまり不自由はしてない。いやもっと勉強しろよって思ってる人もいるかもしれないけど、自分的にはまあまあこれぐらい今でいいかなって思うけど、顔は今のままでいいかなとはあんまり思えてないから、世界で一番いいルックス、自分がいいと思うルックスになれるならそれがいいです。シンプルなやつね。生まれ変わるなら男と女どっちがいい。女、絶対女。女に生まれて本当に良かったって思います。女の子ってめっちゃ楽しくない。男の子も楽しいと思うよ。男の子になってみたいなって思う気もするけど、絶対女の子がいい。なんか女の子じゃなきゃよかったって思ったことが今まで一回もない。女の子本当に楽しいなって思いながら日々過ごしてきたので、女の子がいいですね。それでは最後の2択。目の前に人生をリセットできるボタンがあります。ボタンを押して人生をリセットし新しい人生を始めますか、それとも自分の人生を続けますか。これはね、これは考えたけど、絶対自分の人生を続けます。私は本当にいいことも悪いことも全部含めて自分に生まれてよかったなって思うし、なんか毎日幸せを更新しているし、自分に生まれない人生が想像できない。自分なんかに生まれなきゃよかったと思ったことがないの。チャブにもさ、自分じゃなかったら出会えてないしね。本当にだから自分に生まれてよかったなって思うし、よく言うけど生まれ変わってももう一回私は自分に生まれ変わりたいですね。私自分の容姿とか体型とかいろいろ自分に満足してない部分はいっぱいあるけど、自分に生まれてきてよかったなっていうのは本当に心から毎日思うんですよね。そういう意味では自分のことが一番好きだから、自分の人生とっても愛しているので、リセットしたいなーでは思わない。一個一個の出来事でこれリセットしたいなとかはちょいちょいあるけど、いやなんか自分の人生このまま続けられたら嬉しいなって思うし、まあ、これからもいい思い出をたくさん作って
きたいなと思います。なんかいい感じに締まったんじゃないですか。でも究極の二択なのに私が全然そんなに迷ってないっていうところが、まあ、問題ではありますけど、いい感じでお酒も進み、あ、これあれ何回も入れ直して継ぎ直してます。うるさい。今回は結構ノーマルな究極の二択だったんですけど、まあ、もっと過激な二択、誰か価値観結構違う友達とかとやったらきっともっともっと面白い結果になると思うので、今度誰かと究極の二択やりたいなと思います。誰々とやってほしいよみたいなのがあったらコメントに書いてください。あと今回の二択みんなもなんかやってみてほしいし、どういう意見なのか聞きたいのでコメント欄にぜひ書いてください。ということでまた次の動画でお会いしましょう。かなぎまろでした。バイバーイ。